マーク14はアメリカ合衆国が開発、運用した耐水上艦用無誘導魚雷で第二次世界大戦時に標準的な潜水艦用の魚雷として使用された。アルゴノート級にて初めて採用された単動型魚雷でマーク10魚雷の発展型である。全長は当時日本海軍やドイツ海軍の潜水艦が使用していた 53cm 魚雷より、 1> 約1メートル、イギリス海軍の潜水艦が使用していたマーク8よりも約60センチメートル短いものである。その影響もあって、同時期に使用されていた他国の空気魚雷と比較すると、弾頭の重量や射程はやや劣っていた。第二次世界大戦開戦時、マーク14は、磁気進艦と直接進艦が両方装備されたマーク6進艦を使用していた。 ところが、マーク14が使用されると、深度調停機構の不具合による過信構想や磁気神館の早期爆発など、多くの欠点が発覚した。アメリカ海軍では、戦前から磁気神館の改良は行われていたものの、高価な魚雷を試験として爆発させることが禁止されており、不具合の確認ができないまま戦争を行うことになってしまったことが影響したとされる。 一方の直接進化は若干強度不足の面があり命中した角度によっては不発の可能性もある状態であったが実用レベルにはあると判断された。海戦後まもなくして一部の部隊では直進艦の使用を禁止し取り外して使用された。しかし平坦局側は直進艦の欠陥を認めず取り外しできないようにする措置を講じそれに対抗して部隊側は 様々な手段を用いて取り外す努力を務めるなどのいざこざも起きたという。これらの欠陥に加え、回線直後には潜水艦魚雷自体の在庫が数百発しかなく、マーク14の月産量は60発が限界という状態であった。魚雷の生産拡大計画も持ち上がっていたものの、空気魚雷用の機質生産が進まず、急速に生産増加も図れない状態であった。 そのため、米海軍は、生産が容易な電池魚雷の採用を決断したが、開発や試験時の問題修正に時間がかかったため、米海軍は、魚雷不足と、性能不良に悩まされたまま海戦後の1年半を、戦うこととなった。1943年秋から電気で推進する、マーク18が投入され、マーク14も1943年春から、 平坦局により改良型新艦を搭載したものが供給された。これにより、部隊側も磁気艦の使用禁止を取り消したが、実際に使用されると動作が不安定で信頼性は相変わらず悪い状態であった。さらに、直接新艦は構造変化によって強度不足が悪化しており、命中しても簡単に動作不良を起こして不発する事態が多発した。 ガトウ級潜水艦のティノサでは第3都南丸に向けて魚雷12本を発射、命中させて爆発したのが1本もしくは2本のみという事態が起き、これらを筆頭に前線から魚雷不発の報告が相次いだ。ティノサ艦長のローレンス・アール・ダ・スピットは米海軍太平洋艦隊司令長官チェスター・に3つ大将に直送を行い、 太平洋艦隊は1943年春から大規模な調査を開始した。大規模な調査の結果、マーク14には、震度調停機構と新艦に重度の欠陥があることが判明し、太平洋艦隊は魚雷に対する大規模な改善工事実施を命じた。直進艦は廃止となり、直接震寒は激震の改良が施され、 これらの改善が行われた新艦を装備したマーク14は1943年9月以降に使用が開始された。加えて弾頭に搭載する作薬として TNT から最大1.5倍以上の破壊力を持つトーペックスが使用されることとなった。これによりアメリカ海軍の魚雷はそれまで他国の魚雷に比べて破壊力が劣るレベルから 同等以上の破壊力を持つようになった。ただし、この作薬は他国の作薬と比べて不安定な面があり、マーク18などの保温が必要な電池魚雷に搭載すると爆発する危険性があったため、取り扱いには最新の注意が図られた。これらの改善が行われたことにより、米海軍は海戦1年半を経てようやく問題がない潜水艦魚雷を使えるように、 なった。後に、米海軍の潜水艦部隊が、通称破壊戦に力を注いだこともあって、最終的に、日本商船およそ400万トン以上を沈めるなど、大きな打撃を与えた。また、マーク14の改良型は40年、以上米海軍で使用されたほか、発足直後の海上自衛隊でも採用された。ありがとうございます。